どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、このレクサスの LX570 なんですけども、最後の V8 になったわけなんですよね。先日新型の LX600 の動画をね、試乗動画を出したんですけど、やっぱり乗り味っていうかですね、音も当然そうなんですけど、エンジンの吹き上がり方が全くの別物であると。やっぱりこの V8 にはね、独特の V8 のこの良さっていうのがあるんですよね。ということで今日はこの最後の V8 を堪能するっていうね、そんな動画を作ってみようと思います。では早速行ってみましょう。さあ、ではV8 サンドいいね、行きましょうか。この車はですね、駿河スピードさんのところの、センターマフラーだけ入ってるんですよ。後ろリアマフラーに関してはモデリスタのね、レクサス純正オプションというか、モデリスタの、形だけみたいな2本出しのマフラーがついてるんですけど、音はねほぼほぼ変わらない見た目だけのマフラーなんですよね。でセンターパイプだけ、交換したと。そうしたら、このドロドロをね、より感じられるように、そしてドウーっていうこうのぶとい音が聞けるように、なったっていうね、そんな感じなんですけど、このね駿河スピードさんのとこの後ろまで変えようかなと思ったんですけど、モデリスタのマフラーも結構高かったんで、いいやということで。センターマフラーだけにしたんですけど、これが音がうるさくならずに、ただ太くなってドロドロがより聞こえるようになって、すごく気に入ってます。これは、高かったんですけどいい買い物したなっていうね、そんなマフラーですね。ほら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 、この LX なんですけど、その新型を試乗させてもらった時の動画でも言ったんですけど、この570はもう文字通り 5.7 リットル V8 っていうことで、昔ながらのというか超大排気量なエンジンなんですよね。なので下からこうずらっといく感じ、これがしかもドロドロ言いながらっていう感じがたまらないフィーリングなんですけど、だけど新型は V6 で、もうちょっと V6 の音なんですけど、3.5 リッター V6 で、あっちはターボなんですよね。で、もっとね軽やかに、しかも下から吹けるんですよ。実際こう前に進むっていう感じでいくと、やっぱり新型はすごく下から力がある感じなんですけど、やっぱり V8 はこの味ですよね。なんかね、だからこの車納車した時の動画でも言ったんですけど、やっぱりそのランクルへの憧れっていうのがずっとあったんですよね。自分ドリフトをやってたんで、結構ドリシャ歴が長いんで、その間知り合いとかお客さんのランクルとか乗せてもらったりした時に、ガナドールのマフラーとかが入ってたわけですよね。そんでこうドルルルルっていう感じがね、いいな、かっけえなみたいなね、そういうのがあったわけですよ。なのでやっぱり V8 でこのマフラーは外せないっていうところで、駿河スピードのねセンターマフラーを入れたわけなんですけど、当然この570のエンジンでどんな音なのかっていうのを聞いたことなかったんで、ドキドキしながら、しかもセンターマフラーだけでそんな変わんのかよっていうのもあったんで、ドキドキしながら、マフラーをつけて走って、で初めてその音を聞いた時に、いや最高っていうね、たまんない音質だったっていう、そんな感じなんですよね。さあ夏なんでね、もう海周辺はこんな感じですよ。こっちは釣り人、ちょっとね映ってないんですけど、手前は海水浴ですごかったですね。混んでるなあ。さあ夏の海沿いはやっぱいいですよね。ということで、車の話に戻るんですけど、LX570 に対して新型の600っていうのはですね、非常に600の出来が良くて、確実に車として600の方が絶対的にいいです。まず乗り心地が段違いに、同じ黒缶で、いわゆるラダーフレームの、ホーシングがついてる、四輪独立じゃない、足回りなのに、恐ろしく乗り心地が向上してるんですよね。これ300のランクルもそうなんですけど。で、しかも、ハンドリングも全然違うんですよ。もうこれは、570はいかにも黒缶っていう、大味な、乗り味というか、ハンドルの感じなんですけど、普通車にかなり近づいてるんですよね。で、さっきのエンジンの話ちらっとしましたけど、3.5 リットル、排気量が半分ぐらいで、ターボで、下がスカスカそうなんですけど、低回転からブーストが効くんで、この5700の NA よりも、ごく低回転から結構来るんですよね。もうほんと1000回転、1500回転ぐらいはこっちの方がいいんですけど、2000回転近くなってくるともうターボでもね、ブースト効くんで、結構軽やかに走れるんですよね。ただやっぱり、今までずっとランクル乗ってきた人にとっては、やっぱり V8 から V6 っていうのはちょっと違和感があるのかなっていうね。うん、そんな感じですかね。そう。で、新しいのはね、この、自動運転、運転支援ですか。運転支援も、ハンドルがね、高速道路で勝手に動いてカーブも曲がってくれるっていうのが、ね、黒缶だからつかないのかなと思ったらしっかりついてきてて、車の完成度としては、絶対的に新型がいい。で、ただ、いわゆるこの昔ながらの、ちょっと高級感のあるアナログメーターだったりとか、あとこの水平基調のインテリアだったりとか、570には570の良さがあって、で、やっぱり何しろ V8、自分がこの車買ったのも最後の V8 だからっていう理由で、買っとかなきゃっていうことで、買ったわけなんですよ。はい。で、とは言っても、新型の LX は、発売してすぐ4年待ちっていうアナウンスがトヨタから公式に出て、で、それからしばらく経って、受注停止と、注文できませんといった状況になってるわけですよね。で、570は突然生産中止になってるわけなんで、今、LX 乗りたいっていう人は、もう中古で LX570 を買うしかないっていう状況になってるわけです。で、600の方は、新古車というかな、転売防止措置が取られていたにもかかわらず、1400万の車が3000万で売ってるっていうね、今そういう状況なんですよね。そもそもこのランクルとか、LX もそうなんですけど、世界で一番リセールバリューのいい車と言われていて、昔からランクルっていうのは年数が経っても値段が下がらないっていうね、そういった車なので、570も程度のいいバリ物を買おうとすると、新車価格と同じぐらいか、もうちょっと高いかも今。そんな感じになってます。やっぱりね、好きな人は好きですからね。さあ、ということで今日はですね、霞ヶ浦に、ちょっと向かってます。夏の霞ヶ浦、いいですよ、なかなか。灼熱ですけどね。さあ来たぜ霞ヶ浦、いい天気だ。いやー気持ちいいな霞ヶ浦。いつもバイクだったり電動自転車だったりで、こういうとこ走ってますけど、車でも気持ちいいんですよね。ちょっとねこの車で走ると道狭いんですけど、最高だな。Shouldn't doubt yourself, cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. You might mess it up. Shine, go ahead and shine, darling, go ahead and shine, my dear, cause who cares if you might mess it up, just shine, shine, darling, go ahead and shine, my dear.さあいかがでしたでしょうか。 V8 エンジンの音、これから多分こういうエンジンの車 IS では今度ね V8 5リッターが出るみたいですけど、 LX はもう V8 に戻るってことは多分ないと思うんで、ランクル含めてね、なので V8 が欲しい方はもう中古車を選ぶしかないのかなといった感じです。ということで今回は最後の V8 を堪能するっていう動画でした。以上です。じゃあね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。